こんにちは。おいしいものが食べたい、よしだよ。切り干し大根とか干し椎茸とか、はいはい、乾物って言われる食材ってなかなか使わなくないですか。大当たり。まず戻すっていう手間がね、はい、これが敬遠される理由の一つかもしれませんね。今日はそんな乾物を使っておつまみやご飯のお供にぴったりな料理作っていくよ。やったね。ほんなら、いこもやか。このチャンネルでは美味しい料理のレシピや役立つ情報を発信しています。チャンネル登録をしてこれからもご覧いただけると嬉しいです。はい、まず真っ先にやっておくことはこの椎茸ね。これはね、干し椎茸ね、戻すのにかなり時間かかります。お湯でやらない方がいいですね。冷たい水の方が出汁が残るので美味しく戻せますよ。これはね、実は冷蔵庫で2晩ぐらい置いちゃったかな、かなり長く、置いてあるやつですね。そしてもう一つね、今日使う乾物の一つで千切り大根って書いてあります。切り干し大根ですね、いわゆる。でこれもね、よく洗って、こっちも同じなんですけど、よく洗ってから水で戻すようにしてください。こちらはね、どうだろう、10分か15分ぐらい、水につけとけば十分戻ると思いますよ。はい、じゃあね、切り干し大根を、戻してる間にね、他の作業をやっていきましょう。人参をね、ちょっとこう、なんていうのかな、千切りじゃないんですけど、もうちょっと太い方がいいんですよね。切っていきますよ。で、包丁で切るのも大変ですからね、スライサーとかあればちょうどいいと思うんですけど、ちょっと私がね、そのちょうどいいスライサーがないので、これチーズおろしなんですけどね、これでこうちょっと粗い方でね、やってみようかなと思うんですけど、うまくできるかな。あ、いい感じですね。はい、こんな感じだね。はい、じゃあね、次は戻しておいた椎茸の、処理だね。まずね、この軸の部分をね、この根元から切って、この石突き、硬いところね、これはもうちょっと食べられないですから、この軸のところもね、美味しいですからね、刻んで使いましょう。はい、こんな感じだね。この、椎茸の戻し汁はね、取っといてくださいね。はい、油揚げなんですけどね、このままだとね、油が、すごいので油抜きをするんですけど、お湯を沸かしてどうのってめんどくさいじゃないですか。ペーパータオルでやっちゃいましょう。はい、こんな感じね。結構ね、取れるでしょ。はい、そしたらこれをね、ちょっと刻んでいきますよ。はい、こんな感じかな。はい、ちょっとつながってる。はい、使いかけの三つ葉があったのでね、今日はこれ入れていきましょうか。もちろんこれなくて全然問題ないです。で、あとはね、絹さやとかね、なんか緑のものがあった方が多分綺麗に盛り付けられますからね。なきゃないで全然構わないですよ。はい、そうこうしてるうちにね、もう切り干し大根の方しっかり戻ってますんでね、これはね、こうやってギュッとこうもう絞っちゃってください。はい、こんな感じ。はい、じゃあね、作り込んでいくよ。サラダ油、小さじ1杯だな。はい、それをちょっと熱して、でこの切り干し大根をね、ほぐしながら入れてください。はい、そしたらね、もうあと全部同じです。バーンと全部一緒に入れちゃいましょう。はい、じゃあこうやってね、全体ちょっと油が回ったかなっていうところでね、調味料とかね、いろいろ加えていきますよ。まずは、椎茸の戻し汁だよね。そしてお水です。
醤油入れていきましょう。あ、順番が違うね。まあいいか、全部逆になっちゃったね。今度みりん入れるよ。え、じゃあちょっと火を強めて、で最後にね、本だしを入れていきます。ちょっと人参の量が多かったから、これ味薄いかな。なんかいつもあんまり測らないからね、適当にこうやって入れちゃうからどうなんだろう。はい、こんな感じでね、煮汁がだいぶ少なくなってきました。もうちょっとだね、もうどんどんこう水分が飛んでしまうぐらいね、煮含めてやります。はい、こんな感じだね。もうほとんどこう汁気が出てこなくなったら、火を止めます。はい、これ冷めてももちろん美味しいんですけどもね、ちょっと今日はもうすぐ食べたいからね熱々のままいっちゃいましょう。これこんなにたくさんあるんですけどもね、これ冷蔵庫入れとけばね、4、5日は持ちますんでね。よいしょ。はい、また例によってバッテリー切れてるので全然気づかずに、進めちゃいました。まあまあまあ、ちょっと盛り高に盛ってね、あとは、三つ葉の茎を散らして、ね、葉っぱはねもうちょっとだけあればいいと思いますよ。はい、切り干し大根の煮物完成です。はい、じゃあね、早速食べてみようと思うんですが、その前に今日も一日お疲れ様でした。乾杯。最高。はい、じゃあね、いただきますよ。いただきます。めっちゃんこ、いや思わずね、おふくろーって叫びたくなる味。おいしい。おいしいものを食べてる時って本当に幸せですよね。おいしかったこれ。最初に油でちょっとこう炒めてる、今炒めるほどじゃないですけどね、油を回しているので、全体がねちょっとまろやかな感じになるんですね。どの食材からもその尖ったものが飛んでこないっていうんですかね、めちゃくちゃ美味しいな。で作ってる途中にね、これ味薄いんじゃないかなんって言ってたんですけども、ちょうど良かったです。はい、この分量が正解でしたね。いやー、それにしてもね、これも本当にね、お袋の味と言ってもいいでしょうね。すごく優しい、本当に包まれるような、味わいですね。もちろんおつまみだけじゃなくてね、ご飯にもぴったり合うと思いますし、お弁当の中入れてもいいんじゃないかな。ただ茶色いって怒られるかもしれませんけどねいやー、それにしても美味しかった。はい、いいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録お願いします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でもお会いできると嬉しいです。料理は愛だ。バイバイ。